こんにちは。主食はお米です。元気に世界忍者戦、くれない、周回しているでしょうか。今回、意外な、キャラが非属性、凸より、破壊力があったので、ご紹介したいと思います。それでは、早速、竜王級ボス戦です。ボス戦に、入る前は、見切りではいるのが、ベストだと思います。ボスの先制攻撃で、ダメージを回避できます。世界忍者戦、紅は、デバフ、状態異常が激しく、回復カードには、必ず、状態異常解除の古文をつけましょう。それと、あえて、状態異常を、少しでも回避するために、エースに覚醒バチスタを、積んでいます。ひどい時には、全員に、麻痺、混乱、暗闇、封印が飛んできます。感覚的に、リコでの、ダブル合体で、ワンパンできそうですが、リコを持っていませんわら。そこで、弱点である、忍者ということで、チョコミン桜を使ってみました。このカードが思った以上の、火力を、発揮し、非属性に、特カードが、いらないのではと思えるほどの、火力が出ました。ちなみに、チョコミン桜の古文は、3枚とも、チョコミン桜です。一つ注意点として、奥にでの、見切りは、おすすめしません。見切りが、消えた後にデバフがマイナス3飛んでくるので、見切りが、次回つかなくなります。できれば、アイリーン、アドラーを、おすすめします。最後に、状態異常で、見切りを貼ると、ピンポイントで、中ダメージが飛んでくるようです。注意してください。ご視聴ありがとうございました。